それスモークだよ、それスモークだよ、大丈夫、それスモーク、スモーク、それ解説する必要なしぐらいやばいね。ゴリの知恵、え、これチートを楽しんでますね、これは。うん、闇落ちだ、これは。アタッチメントとして考えてるチートっていうものを、相手にカバーさせないようにする位置なんだよな。うん。で、逆に俺がそこで、カバーしに行っちゃったら右のやつをね、何が起こるかっていうと、俺が左のやつに撃たれちゃうんだよね。まだそれを分かってない人はね、カバーが遅えっていうね、謎の発言をする、まあ大体シルバーとかゴールド帯の人なんですけど、そうなんだよね。ちょい耐えでいいんだよな、ちょい耐え。だけど、彼らは、やはり目の前のファイトでゼロダメージ出してしまうんで、謎でございます。そうなんだよな。勝ってほしいよな。2対1はせめて勝ってほしいんだよな。1対1勝てってのはさ、まあ、難しいってのはよくわかるから、俺も。そう、俺がおかしいだけだからさ、1v1 絶対勝てるってのが。だけど、2対1は勝ってほしいんだよな。オーバーすぎんだって、3人で殺しに行くって、正直。1v1 は、まあ、お互い死ぬか死なないかのギリギリで、2v1 でボコボコにしてほしいんだけど、2v1 でしばかれちゃうのが俺マジでわかんねえんだよな。せめてな、なんで、そう、せめて。うん、1v1 勝てってのはマジで難しいと思うから。なかなかそれが難しい話なんですけどね。今日はチーター少なそうですか？今んとこは見てないな。今のところは、昨日ひどかったけどね。昨日よりは全然少ないな、マジで。明らかだ、明らか。戦闘開始。確かに。目の前行くんじゃなくて、裏取り行って負けるもんね。そうなあ、みんなの言うカバーってさ、不可能なカバーなんだよな。そう、もうなんか味方のケツをずっと追ってないと絶対できないカバーのこと言うからな、みんなのカバーは。そう、俺に言ってくるやつってのか。そう、俺に言ってくるやつのカバーってさ、そう、目の前の敵を無視してでも行かないといけないんだよね、基本的に。無理ー。え、言うと思うよ。うわ、こいつ小さいじゃん、ふざけんなよ。言うと思うたら言うよ。うん、見たことあるよ、俺。チーターが、チーターに切れてるの。残り1分。リングは遠い。そう、なんかカバーというものは、常に味方の横へ張り付くことであるっていう、なんか辞書でも持ってんのかなっていう。確かに、デュオでもね、なんか、あれボイチ繋いでないのかなみたいな人いるな。それはよく見る。あれで、こういうこと言ってるとね、味方に文句言うなって言うんだけど、いやー、どうなのって思うよね。そう。しかも文句じゃなくって、もうなんか、期待というか、なんかあれよな。いやーって。このランクまで来てたらやってほしくねっていうね、成人が来る。俺の配信にはよく、そう、成人が、そう、おそらく多分一度も人生切れたことないんだろうなっていう人間来るからな。追加のアイテムを手に入れた。アモックねえかな。新しいキルリーダーに気をつけろ。ノックダウンシールド欲しいぞ。
しかもここやべえやべえとか来ちゃったってか、もってもしかして待ったよ俺、サーバー名さえ言わなかったら割とたまねえな。ちょっと一旦トリプルテイクにするか。リロードする。いやヘッドショットヘッドショットか。ノルマ達成。どうやってカバーするんだ。やはり味方を常に見てないといけないよな。やっぱり無理じゃね。俺さ、俺にカバーしろっていう人にマジで聞きたい。どうすりゃいいのこれ。あの本当にね、あの俺困ってんだよね。自分には甘い。いやそうなんだよな。今のをどうカバーしてあげるのが正解なのかがわかんねえわ。無理だよね。でもこれで言ってくんだよあいつらコメントで。カバー遅すぎやろって。助けて。無理じゃね。無理だよね。間違ってないと思うんだよな俺のこの無理っていう感想は。そう、俺に何もあされたって言ってんだよな。そう、今のだって一応ね、なんか死ぬやついねえかなって打ったけどだからな。そうなんだよ。そう、俺にねアイテムをあさるなっつってんだよな。材料を手に入れたぞ。そう、もうトイレ行ったら終わってるみたいなレベルよ本当に。回復中ねえ、やっぱそれ絶対そうだよね。うん、あいつらやっぱ絶対できないこと言ってるんだ俺に。そう、なんかさ、でなんで俺がこれ言うかっていうと、あのなんかあるんだったらさ、俺は挑戦したいのよねそれに。うん、強くなりたいからさ、なんかあるんだったらやりたいんだけど、いや無理だよな。どう考えてもそう無理なんだよな。そう、なんかしらあるんだったら俺はそれを実践したい。ノックダウンシールドを拾いに行くかって思ったら終わってるからな試合が。回復中だ。無理難題すぎる。俺がやっぱもう4人ぐらいに分身するしかねえ。やれそうだったらやるわ、行けたら行くわみたいな感じでね、いろいろ考えたんだけど、やはり無理。マジでさ、俺にああいうコメントしてくるやつのさ、話聞きたいんだよな。でもあいつら、消えちゃうんだよな。俺は強くなりたいだけなのに。回復中だ。そんな、いつもにやら終わっちゃってんだもんな。難しいよな。スタンド攻撃しないと間に合わない。何か作ってみる。ちょっと待って。ねえ、そうそうそう。カバー押せよって言ってくんだけど、無理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 。俺が常に味方のお尻を追わないと無理無理。多分これでもやべえよ。ぶっちゃけさ、今俺こうやって作ってるけどさ。これも多分味方、俺かもカバーできねえ。チャンピオンが倒れた。もうすでに、うん。申し訳ないけど、もうできん。ああいいやつだこいつ。回復中。やべやべ。味方死ぬぞ。急げ。やべ、パスが死ぬぞ。頑張れ。急げ、まずいぞ。
話で腰に来た。少しある。もうピクミンになれって言ってんだよな。そう。俺はピクミンにはならねえぞ。まずい。このままではトリプルテイクで戦う羽目になる。ピクミンはごめんだぜ。進化シールドを発見。トリプルテイクなんか金アタッチメント来ないかな。弾のサイズがクソでかくなるみたいな。クラフトする。長くはかからない。分身できるならの回路するシュンシュンさんの3人でフルパック。確かに確かにそれはある。ねえ、そうだからさ、自分をさ、なんか世界の中心と思ってて、それでもうなんか常に味方が自分のことを見てるみたいなさ感じなんだけどさ、無理ーってなる。無理無理の無理ー。俺って強い時代あったね。あれだよね、スナイパーモンときやばかったよね、確か。いや、なんかさ、そこなんだよな。30出てほしくない？ 30。せめて、トリプルテイクは。あー、俺余裕ありすぎ問題。なるほどね。それあるかも。だからおめえ舐めてんじゃねえぞと。余裕あるんだったらカバーしろ。あ、わかりやすい。それ俺がうますぎたか。確かにな、俺第三者視点で見ること多いから、なんか割となんかそう見えるもんな。確かにあるわ。それわかりやすいね、すごく。19って何？てか最初のやつ当たれよ。いや 1.25 だったら当たってたわ。誰かがここを通ったようだ。でもさ、もう助けて、もう全部消そうかな。なんかね、フルパプロと戦ったら、フルパプロじゃねえや、強いやつと戦ったら敵が下手くそだから勝てるんだよとか言われるし、もう救いようがねえ。何しても文句言われる俺。こんにちは。ゆっくり行ったらカバーが遅えって言われて、敵発見、3人倒したら敵が弱えって言われて。あれ、ここか、ここか。いかれいかれ。ここ、ここ、ここ。おいおいおい。ああ、もう取り手の分かんない、取り手分かんない、マジで取り手偏差分かんない。すげえ早いはずなんだよなこれ。126入ってるぞ今。怖いもなさそう。ないよ今の俺は。ないね。もう誰とでも戦ってるもん俺。かかってこいよ。かかってこいよってなってるね。ここじゃないのか。なんか登り方あったよね、確か。ここから登るんだっけ、なんかあったよね。この、こっからこうだったっけ。やばい。頑張れ、俺バッテリー巻いたら行こう。やばい、エルスターなのが終わってる。やばい、助けて。やばい、エルスター終わってる。やばい、やばい、やばい、やばい。よいしょ、引っ張るわ。
ついでに殺された。なんだその反応速度。まずいこれ、壊れるぞ。もしもーし、保険ありがとう。なにヘッドショット全部もらってる。なにこれ、最強すぎる。来たか、少ないと言った時に来たか。15キルしてる。来たか、これ最強。来たか、俺なんで死んだんだってことは、そういうことか。それスモークで、それスモークで大丈夫、それスモーク、スモークする、それそこスモーク、そこスモーク。来た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 ね、君たち始まってしまったようだな。まあ、とりあえずまだ1枚、まあ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  OK でしょう。これ隠す気ゼロの最強プレイヤーですね。これはちょっと面白いんで、こいつ見ときましょうか。こいつはね、面白い。そう、解説する必要なしぐらいやばいね。ゴリの血、隠す気なさすぎる。もう思いっきり見とるやんけ。やばすぎる今の。もう何も、なんも、隠さない。今のヤバすぎだろ。ゴリゴリ見てるやん。壁、お、あーあ、あの俺のハボックだからうめえ。あ、俺のハボックだからうまいぞ。ハボックは俺のがうまいね。いや、PVE だ、PVE、PVC。おお、あ、でもちょっと絞ってるな。ちょっとだけ絞ってるわ。あんまり、あんまりだな。なんかオートエイムなんだけど、オートエイム、まあ、12% ぐらいかな。なんか 50% とかじゃないな。お、いったいったいった。あ、すごい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 、やばー。当たってないけど追い方やばすぎる。これチートを楽しんでますね、これは。うん、闇落ちだ、これは。あの、アタッチメントとして考えてる、チートっていうものを。そう、あくまでも、完全ホーミングだとつまんないから、うん、そうだね。そう、ホーミングしちゃうとつまんないから、自分で難易度上げてますね、これ。うん、うん、もう完全にそうだわ、これ。難易度を上げることによって楽しんでる。ADS しっぱなし。いやー、すごかったな。もう最強。見た目はどうなんだろう。ああ、すごい。私はやってますって言ってるね、これ。チーター多いよね。チーターがチーターを生むからチーター多いんだよな。ダブハン4600ダメージかな、多分。かわいそうに。そうなんだよな。なんか、バンされても、すぐに新しいアカウントで来ちゃうっていうのが問題だよな。なんで永久バンにしないのか俺わかんないんですよね。3ヶ月間バンなんだけど、チートって。なんかね、あいつらは構成してくれるんじゃないかっていうイメージで、なんか永久バンしないらしいんだけど、構成するわけねえんだよな、あいつら。だってもう、使った時点でもうアウトなんだからさ、構成するわけねえんだよな。なんか優しすぎる。そう、ピュアなんよね、運営さん。なんか、良心というものを信じすぎてる感がすごいわ。なんか、あれじゃない？エイペックスでチートすごいさ、進歩してるからさ、IP で弾いてもさ、多分、弾き返しすんじゃないの。弾いたものを弾くんじゃねえの、俺。そう、結構甘いね、そう。とか、下手すると、だから、ワンシーズン遊べないだけとか。だから、もう次やるか、みたいな。弾き返し、カウンターすればいいんじゃねえかな、これ、カウンター。だから今さ、マッチメイキングのさ、人の人数見えなくなってません、これ。そう、闇落ちが構成なんてね、マジで、そう、漫画の中だけなのよね、マジで。見えなくなってる。前はなんか何人って表示されてた気がするんですけどね。なんかこれ放置してると勝手に始まるんだよな。なんだなんだ。本体版でいいよな、マジで。ね、そうそうそう、なんか本体、バンされても、なんか、そのバンを解除するらしいよ。
あ、高級のやつは、そう、ガチ高級なチートはなんか、あれだよね、50万ぐらいするチートは、解除できるらしいよ。チートはだらけ 4K! うん、面白いわ。もう逆に笑っちゃうわ。あれぐらい隠さないとね、まあ悪くないっすね。人数出なくなっちゃったら、そう、ユーザー数の減少を恐れて、だから、もうそれ COD のさ、ゴーストの時やん。あれクソ面白かったんだよな。COD ゴーストの時にさ、結構 COD って、ユーザー数が表示されてるんですよ。始まる時に。で、1万何人とかさ、2万何人とかだったんだけど、ゴーストが、1万人切ったあたりから表示されなくなった。ちょっとあれ笑っちゃった。あれって。ユーザー数見えなくなってるっつって。あれね、面白かったね。で、COD ゴーストってやつやってたんだけど、またお前かよってやつしかいなかったね。なんだっけ、ドミネーションとかいろんなモードがあるんですけど、顔見知りしかいなかったね。またお前かって。同じやつとの戦いになってるから、なんかカスタムみたいになってたね。全部同じプレイヤーみたいな感じでしたよ。お、早い。何もできないとかにしてほしいけどね。A 級版しろ、 A 級版。ねえ、頼むぜ。これ本当なんだけど、COD 見て嫌がらせ超弱体化バフみたいにしてほしい。なんかもう攻撃できないみたいですか。ダメージ1にしてみたいな。で、お金の使い方、そう、50万。車買うよりチート使うんですよ、やつら。車買うよりチート買う。こいつらもなぁ、こうやってプレデターバッジさ、3つついてるけど怖いよなぁ。今だともう、そう、プレイジー3回達成したチーターとかっているからさ、これももう信用できないよなぁ。